二股針を使った首藤の摂取もはや天然痘ウイルス自体は含まれていない首藤摂取箇所に終わり生き残る大きな反九1948年以降、日本では右肩付近に摂取するのが一般的だったが、このように上腕の肘に近い部位に摂取された例もごく稀に見かける。日本は1974年度生まれまでが首藤を受けた世代である。首藤とは、 天然痘の予防接種のことである。ワクチンを Y 字型の器具に付着させて、人の上腕部に刺し、傷をつけて機内に接種する。1980年に天然痘ウイルスは撲滅され、自然界に存在しないものとされているため、1976年を境に日本では行われていない。古くから西アジアや中国では、 天然痘患者の脳を健康人に摂取して、軽度の天然痘を起こさせて、免疫を得る人痘法が行われていたが、数パーセントの重症化する例もあり、安全性は十分でなかった。1796年に、イングランドの医師エドワード・ジェンナーは、牛が飼育されている家や地域では牛痘にかかると、天然痘にならないという伝聞に着目。これの脳を用いた。 安全な牛刀法を考案し、これが世界中に広まり、天然痘の流行の抑制に効果を発揮した。ワクチンという言葉もこの時用いられたものである。しかし、後の研究で牛刀ウイルスと天然痘ウイルスには免疫交差の作用がないことが判明した。実際には牛刀の脳に混じっていた別のウイルスによるものであり、従ってジェンナーが天然痘ワクチンを生み出せたのは、 偶然によるものだった。このウイルスは後にワクチニアウイルスと命名されたが、由来については長年不明だった。しかし、近年に馬頭ウイルスもしくはその禁煙種であったことが判明している。日本では秋月藩の範囲だった小形春1日が1789年に王将や天野人材門の子供たちに人頭法で接種し成功させた。 これはジェンナーが考案した牛刀を用いる方法ではなく天然刀のかさぶたの粉末にして微孔に吹き入れる方法に小方自身が改良を加えたものだった。1810年にはロシアに拉致された中川五郎寺が帰国後に牛刀を用いた首刀法を伝えた。文政7年、田中忠史右衛門の娘育に施したのが日本初の首刀術である。この頃地では 天然島の大流行が3度経っており、この時彼が首都を施したと見られる。しかし五郎氏は首都法を秘術とし、ほとんど伝えなかったために知る者は少数であった。彼の入手した首都書は幕府の役官馬場佐十郎によって文政三年には訳されている。その後首都の技術は箱館の医師高木慶像白鳥雄像などにより飽きた、さらには 京都に伝達された。これとは別に1813年に同じくロシアから帰国した秋国の漂流民、急増が首都法を覚え、首都内をガラスの器に入れて持ち帰っており、その効果を広島藩や藩主の朝野人試験に進言しているが一生され、実現化に至らなかった。1823年に、 長崎で島にやってきたオランダ商館の医師、フィリップ・フランツ・フォンシーボルトは、直後にバタビアから持参した牛闘病を用いて、死闘を行ったが、成功しなかった。彼は、翌年には、ナルタキ塾を開き、日本中から集まる医師たちに、西洋医学を教授する。1826年の江戸散布の際には、再度輸入した病を用いて、術を実演し、の知識や、 具体的な手順を伝えたが、この際も闘病が活着することはなかった。福井藩の町医者、笠原良作は、校歌3年、藩に対し牛闘病入手の請願書を出したが、不採用となっていた。河栄元年12月に再度請願書を出し、従来のようなオランダ戦経由では、闘病が活着しないため、新国からの取り寄せを進言した。藩主。 松平春学はこれを受け入れ幕府に請願した。老中、安倍正宏は、長崎奉行、大谷明慶に、これを伝達した。長崎奉行から、オランダ商館に要望が伝達された。オランダ商館に、夫を詣にっけは、家営元年の来日赴任の際に牛頭を持ち込むが、これはうまくいかず、翌年に再度バタービアから取り寄せた。一方、シーボルトの門人で、 鳴滝塾に学び、当時佐賀範囲であった伊藤玄木が闘病の入手を藩に進言した。佐賀藩もまた長崎で島のオランダ商館にこれを依頼していた。開影2年6月、バタビアから長崎に再度もたらされた牛闘病を用いて、もう日家によって佐賀範囲の奈良場屋隆高立やオランダ通じらの息子たち計3人に首都が施され、その1人が全藩した。 この闘病は、長崎、佐賀を起点として、複数の乱暴イたちを中心とするネットワークによって、6ヶ月ほどの短い間に、京都、大阪、江戸、福井へと伝播した。京都の日の金稲荷と、桐山本中から依頼を受けていた、長崎の東通自衛戦士郎八は、自分の孫に首都を施した。そこから得られたと、かさぶた八粒を瓶に収めて9月6日に、 京都の日野に向け発送し、同月16日に日野の手に届いた。これを日野は自分の孫に試すが、うまくいかず、最後の一粒を桐山の息子に摂取したところ、これはうまくいった。これをもとに、同年10月、笠原良作と日野かなえなりが京都に助頭館を開設。京都の噂を聞きつけた尾形小形公安が翌11月初めに、 京都を訪ねるが、前室の経緯により闘病は、福井藩の所有物であったため、医師の権限での安易なやり取りに問題があったが、日野屋、笠原らと、尾形は話し合い、当時は、人から人へ移し続けることでしか保存できなかった、闘病を途絶えさせないためにも、なるべく多くの場所で、運営保存することにより、これを、相互のバックアップとする、という大義名分を考え出した。これにより、 笠原、日野、小方は6日に大阪に赴き、翌日の7日に助党官を開設した。佐賀藩では8月には、佐賀藩位、奈良林隆史立が当母となる子供を連れて、佐賀に到着、藩位の子らに接種した後、藩主の子純一郎にも接種した。同時期に、首都事業を担当する引き当法が設けられ、医師の出張。 宿泊費を半が支給し無料で半量に接種が開始された。並行して熟達した医師に異業面札を発行する制度が導入された。10月に佐賀藩江戸藩邸の伊藤原木に送られた闘病から関東、東北の各地に広がることになる。笠原良作は京都での首都活動、大阪の助党官の解説に関わった後、福井藩への輸送を試みる。 当時の首都は、子供から子供に7日目ごとに植え継ぐ方法しかなかった。同年11月下旬、笠原らは、子供とその親の総勢10数名を引き連れて刑を、出立、雪深い土地の木峠をかき分け越え、越前国へ闘病を持ち帰った。笠原は、福井城下自宅の林下にて帰国した当日から首都を、開始し、接種と鑑定方法を熟知することを条件に、 越前国内の府中、沢へ、王の、鶴が、隣国加賀の大正寺、金沢、富山などへ飛ぶ内していった。その後福井藩は開園四年十月、七十名を超える、藩囲、町を組織した、助党館を開設した。富山藩では、千八百四十年代後半、全藩主である、前田敏安が首都を聞くに及び、藩囲の横地現状を江戸に派遣、情報収集と、 首都技術の習得を行わせた。1850年、富山に戻った横地賢嬢は、自分の子供に接種、翌年、藩内で、天然痘が藩内でも多いを振るうと、前田敏康自ら首都の有効性を時不休に、努めた。江戸では、嘉永2年3月に、既得権益を守りたい、または、幼霊が未だ少ない乱法医学に対する不信感を持つ。 漢方医らの働きかけから、乱方医学禁止令が二つされた影響もあり、普及は遅れた。しかし、首都の需要は、下からの要望という形で増えていく。同年に、医師の総伝立祭は、牛刀こりうという啓蒙書を出版している。立祭は、江戸に牛頭病が伝わるより前に、人頭法で首都を行っていた、桑田玄信の養子であり、坪井信道の文化生であった。 幕臣で、世襲の伊豆宮山大官であった、江川英流は、乱学知識人として知られていた。嘉営3年1月、伊藤原木に依頼して、息子、江川秀俊と、娘拓氏に主党を施させた。この結果を良好とみた江川は、部下の医師、日田春康に、さらに思考を行わせた上で、伊豆地域の自身の支配領内に、西洋主党法の国有を発した。 日田と助手が村々を回り、両民に首都を施していった。この西洋首都法の国有の中で、江川は自身の子供二人にも施したことに触れた上で、当時の民衆の間でルーフしていた、首都に対する得体の知れない者への恐怖、迷信、噂などを打ち消そうとした。同じく幕府直轄領であった江戸地でも、アイヌの間にたびたび大規模な流行があり、 1807年の流行の際には、アイヌ総人口の4割強が死亡した、とも伝わる。これを阻止するため、函館奉行の村垣則政が安政4年に幕府に、死闘のできる医師の派遣を要請した。桑田立斎と深瀬陽春らが派遣され、国知里場所にまで至る大規模かつ強制的な死闘が行われ、アイヌの人口の半数が死闘を受けたと伝わる。これが、 世界初のある地域を対象とした天然島根絶のための強制、義務による一斉主投資術とされる。当時の状況を描いた平沢平産室の主投資構図がある。このように、幕府支配地域での主投に対する要望が増したこと、すなわち幕府として主投医の要請が急務となったこと、及び江戸での急速な開花ムードも後押しし、安政5年に、 乱邦解禁となった。江戸幕府第13代将軍、徳川家定の活家による渋滞に際し、7月3日に、官方医の青木春大縁田清庵安と共に、伊藤玄木戸塚政海らの乱邦医が、奥医師に登用された。どうなのかには、玄木の戦略的な進言により、伊藤関西、竹内玄道の増員に成功した。これにより、 乱暴内家屋医師は4名となり、さらに同年10月16日、時のこれら流行を利用し、松本良保、吉田治安、伊藤玄慶らを抗議の乱暴医として採用させた。すなわち幕府が自ら、乱学、乱暴医学にお墨付きを与えた形となった。これら乱学解禁の世相の中で、伊藤玄木、戸塚、三つらは、 川地俊明を通して幕閣に働きかけ、安政5年正月に、首都書解説の許可が下った。伊藤玄木、戸塚、桑田、三り玄保、林、道会、石井総研、大月春斎、杉田玄丹、手塚良船ら乱暴八83名の資金居室により、同年5月7日、神田松江町の川地俊明の神田を玉家地の、屋敷内に、 お玉が池首都所が設立された。この首都所は後に幕府直轄の西洋医学所とされた。上州官林では長沢治元が江戸に上り、海江二年に桑田立才の弟子となり、海江四年に首都法を持ち帰ったが、藩主秋元志朝の命を受けとなお、皆は首都を受けることを恐れた。李玄は、不休をせき焦り、親の承諾も得ずに、 通りすがりの子供に手術するなどして、ますます反対派を増やしてしまった。翌年には、半飛び地の牛う,う,うるし山へ赴き、道地でも手刀手術を行った。もともと、秋元家は、道地から関林に移されたばかりであり、山形では医師であった、理玄の父の名声も高かったことから、手刀は普及した。また関林では、過労の岡や磨く磨く助が率先して、 自身の子供4人に受けさせた。この後、首都に反対していた重心の子供らは次々と天然痘にかかったが、岡谷の子供らは大丈夫であった。効果を目の当たりにしたこれ以降、他の藩士や領民も進んで首都を受けるようになった。後藩は岡谷の検索により、利源を中心とした大規模な医療施設を設け、さらに管理藩は、 藩内の用事すべてに首都を受けさせることを義務化した。こうして全国に広まっていくと同時に、もぐりのいい加減な手術を行う牛頭首都法者が現れた。尾形公安らは、助党官のみを国家公認の唯一の牛頭首都法治療所として認められるよう、奔走していた。安政5年4月24日、公安の天然刀予防の活動に対し、 大阪町奉行の戸田市境を当時幕府からの公認が行われ、牛頭首藤は免許制とされた。その後の1870年、明治新後の新政府も、また首藤位の免許制度を定め、首藤の推進及び闘病の反復を行うこととし、当時首藤が盛んであった大村藩出身で、公安の弟子の長代戦災を責任者とした。長代は、 再起牛頭病の製造に成功し頭病の安定供給の道を開き、牛頭種熱具症を設けて、日本各地へ配布できるシステムを整備した。政府は1874年に定期の主刀を定めた、文部省国示、主刀規則、国立国会図書館を、二つ、1876年に天然痘予防規則が制定され、1909年の 首都法によって国民に定着した。1884年には東京神田の医師倉が同和ガトは費を投じて日本最大級の牧場を開設、天然痘ワクチンの増産に努めた。このような民間の活動が全国的なムーブメントとなって撲滅への礎となった。首都法は1909年4月14日、交付、1910年1月1日施行。 全文20条で、その規定内容は、定期首都及び、臨時首都の実施、市町村の定期首都の実施義務、首都を受けるべき者の,の保護者の義務、医師の首都書、闘争経過書、違反者に対する罰則である。なお、関係法規として、首都法施行規則、首都史実心得、首都法第8条にいる不合記入型、伝染病研究所闘病、血清等販売規定、 闘病及び血清その他細菌学的予防治療品、製造取締り規則があり、植民地においては特別放棄が実施された。天然痘の撲滅が確認されたのは1980年で、あるが1976年以降、日本では基本的に接種は行われておらず、1974年度生まれが定期接種を受けた最後の世代である。 右上腕三角筋下部に接種を受けて残った反抗。直径2センチメートル程度の定型的な首藤反抗である。この部位への接種によりケロイド化のリスクは低くなるが、袖の短い服装では容易に露出してしまい、一部の女性にとっては悩みの種となっている。我が国に首藤が伝播して、以降1947年頃までは、基本的に右上腕の4箇所に、 ランセットで十字型に傷をつけ、そこに闘病を植え込む切れ側法によっていたが、1948年頃から、前景の写真にある二股張りで右上腕の一箇所のみに傷をつける乱子法に変更された。いずれの方法でも接種後数日で、接種箇所に脳法を生じ、約30日後にかさぶた側となり、かさぶた側が脱落した後に通常は、 直径 1cm から 3cm 程度の目立つ反痕が残り修正消えない。1950から60年代頃には、主に女性の美容上の観点から、時として直径 3cm にも及ぶ醜い反痕が上腕の目立つ箇所に残るのが嫌われ、できる限り露出する機会の少ない右肩に摂取される傾向が多く見られた。しかし肩はケロイドの後発部位であり、 同時期に同様の理由から BCG を左肩に摂取されてケロイドとなる例が多発し問題視され、右肩に摂取された手頭においても BCG の半数程度の頻度ではあるが、時折ケロイドを形成した例があった。顕著な事象としては左肩に摂取された手頭により 13cm7cm 台のケロイドを生じた例が報告されている。 これらの結果を受けて1970年代になると摂取部位を右上腕三角筋下部付近に下げる傾向が見られるようになったが基本的には上腕中央より上部に摂取するのが通例であった。前傾一点目の半根の写真は最末期の摂取だが極端に下部、肘から上 10cm 程度の部位に摂取された非常に稀な例である。 1967年以前に実施されていた BCG 被害注射法によるハンコンとの相違は BCG でケロイドを生じなかった場合、ハンコン全体が陥没し、ハンコン面自体は平滑で、色調も均一であるのに対し、定型的な首都ハンコンでは、ハンコン外縁部のみが陥没して、周囲の正常な皮膚よりも濃い色を呈し、ハンコン中心部分は飛行して、 光沢を放ち、周囲の皮膚よりむしろ薄い色を呈する点と、BCG は基本的に左上腕に摂取され、右上腕に摂取された例は、極めて稀である点で、区別できる。ただし、首藤を左上腕に摂取された例は少ないながらも、一定数確認されている。また、2000年代頃から、首藤の後で年齢が割れる等の話題が、インターネット上で取り上げられるようになり、 主に女性にとっては悩みの種となっている。なお、美容整形外科のホームページ等でも、手術例として、手藤の後を切除という内容があるので、手藤の後にコンプレックスを感じている女性は一定数いるものと推察される。手藤は天然痘の撲滅に貢献した。だが、手藤後に農園を起こす事例が頻発し、手藤後農園と呼ばれるようになった。 1940年代後半には医師の間では広く知られるようになっており、その被害規模は無視できない数に上り、1947年と1948年の協力闘病だけに限定しても犠牲者はおよそ600人と推計されており、天然痘のこの2年間の患者数405人を超えてしまっていた。異言病である。 さらに犠牲者のほとんどは乳幼児であり、子供を失ったり、脳の正常な機能は失われてしまい、障害者となってしまった子供を抱えた被害者は、接種を強制した日本の行政から何ら援助も保償も提供されなかった。1970年に北海道小樽市の死闘後遺症被害者が日本の行政機関を相手取り、損害賠償の訴訟を起こした。同時期に立ち上がった、 全国予防接種事故防止推進会の勢力的な活動も幸いして、首都下は報道機関でも取り上げられ、その実態が国民に広く知られるようになった。1972年の夏頃に首都の集団接種は一部地域で中止され、同時に希望者のみの個別接種方式の導入と接種年齢見直しが図られた。天然痘の予防接種を促す。 ポスター天然痘が撲滅されたことから一般には行われていないが生物兵器の対策として現在も軍隊で主に海外派遣される隊員に対しては集団接種が行われることがある。自衛隊の場合は2002年から2005年にかけてイラクへ派遣される自衛隊員に対して集団接種が行われた。なお、 免疫力の低下した人やアトピー性皮膚炎の起用がある場合は天然痘様の症状を起こすことがあるため接種は近忌であり、また接種後しばらくは外部に接触しないように留意する必要がある。左上腕に接種された例も時折見かける。左上腕に接種された例も時折見かける。ターツ法とも呼ばれる。 杉本聡徹首都後の反婚と、ケロイド系を医学48,971年1月、P48 によれば、最大で直径4センチメートルの記録がある。この時代には、国内で天然痘に罹患する危険性は、極めて低くなったことに加え、女性の服装で、袖の短い服の流行と、相まって、幼少時に摂取された首都の後を嫌がる女性が、増加した。 杉本里志通首藤後のハンコンと、ケロイド系王医学4 8百9 7 1年1月、P48 によれば、女性のケロイド化した首藤ハンコンが結婚の障害となった事例が、報告されている目立たない部位に徹底して、右肩甲部背中側に摂取された例も少なからず、あった。左肩に摂取された例も時折見かける。有名人では、 歌手の松田聖子の右肩に非常に大きい首藤根があるのが比較的よく知られている。有名人では元歌手の山口桃江の左肩にケロイド化した BCG 根があるのが比較的よく知られている。有名人ではタレントの加藤玲子の右肩にケロイド化した首藤根があるのが比較的よく知られている。左上腕に摂取された例も時折見かける。 接種部位は、厚生省予防接種実施規則で、昭和33年、右上腕伸び側または、右剣部、その後昭和39年に、原則として、右上腕伸び側と決められており、右剣部が、接種部位から除外されたが、剣部を避ける徹底が図られるまでは、数年を要し、後年になっても、なお剣部に接種された例も少なからずあった。有名人では、 プロイゴ騎士の吉原ゆかりの右上腕三角筋部に非常に大きい首藤根がある。半根の残り方には個人差がある。首藤を左腕に摂取された例よりも極端に稀である。ちょうど最後に首藤摂取を受けた世代が20歳代後半から30歳代に差し掛かる時期であった。ありがとうございます。